ドミトロフスクの紋章、ドミトロフスクは、ロシアオリオール州の南西部にある都市。オブシチェリツァ川の下半にあり、この川が、ドニエプル川水系のデッスナ川の支流、ネルスサ川に合流する地点のすぐ上流に、町がある。モスクワからの距離は南西 400km、州都オリオールからは南西 80km。人口は6492人。七百十一年。 ドミトリー・コンスタンチノビチ・カンテミール公は、皇帝ピョートル一世から賜った領地に、自分の名をつけた集落、ドミトリエフカを建てた。聖堂が建てられた後、ドミトリエフカは、村の地位を与えられ、ドミトロフカと改名された。1782年に死となっている。1929年、クルスク州のドミトリー・エフリゴフスキーやモスクワ州の、ドミトロフなどよく似た名前の都市と区別するため、 オリオール州のという設備地をつけて、ドミトルフスク・オルルフスキーと改名された。独ソ戦中の1941年10月2日に、ドイツ国防軍に占領され、1943年8月12日に、赤軍により解放されたが、ドミトルフスクは大きく破壊された。2005年、ドミトルフスク・オルルフスキーは、元の地名であるドミトルフスクに、再度改名されている。 ドミトルフスクには、繊維業や食品工業のほか、アスファルト工場やレンガ工場がある。ありがとうございます。